はい、どうもご視聴ありがとうございます。ヘリオガバルスということでですね、こちらのゲーム歴史を舞台にしたゲームとなっておりまして、この15歳の少年ヘリオガバルスが民衆の支持を得られるように、導いていこうというゲームとなっております。ということでやっていきましょう。少年を導けばいいの？逃げ上手の若君みたいな感じで。217年、暴政の限りを尽くした暴君カラカラ帝が道端での用足し中にあっけなく暗殺された。これは実際にあった話ってことでいいのかな。俺歴史はもう知らないから過去を振り返らない。次期皇帝として名乗りを上げたのはクーデターの首謀軍人マクリヌス。暴君の支配から解かれた民衆は歓喜し、マクリヌスによる新たな統治に期待を寄せた。しかし彼の治世は悲惨なものだった。パルティア戦争での屈辱的講和、軍事費の削減、帝都を襲った天変地異や無能指揮官になっちゃったの。軍や民衆の不満は破裂寸前まで膨れ上がっていた。そんな中、前帝カラカラの血族であるパッシアヌス家のユリア・マエサは一族の再起をかけて反乱を起こす。マエサの孫が実はカラカラの烙印であり、皇帝の後を継ぐのにふさわしいというのだ。当然のごとく、これは帝位継承の正当化のためにでっち上げられた虚構であった。しかし軍にとってはマクリヌスを失脚させることができればよかったのだろうか。諸軍隊はマエサたちに肩入れした。俺はどっちにつけばいいの？じゃあ今回218年、アンティオキアの戦いにおいてマクリヌス帝は軍の裏切りに遭い敗走。伝令係に扮して逃亡を図ったもののあえなく捕捉され、まだ幼い息子と共に処刑された。ああかわいそうやね、息子もなのか。まあそりゃそうか、この時代だと。隠して帝位はバッシアヌス家の元に舞い戻り、ここに新たな皇帝が誕生した。これが俺？彼の名はワリウス・アビットゥス・バッシアヌス。信奉するシリアの太陽神からヘリオガバルスと呼ばれることになる15歳の少年である。これが主人公ね。こいつがこれから新しい王になりますよっていう感じか。王というか皇帝なんかな、違うんかそれは。シリア・エルガバル神殿。エルガバル様、エルガバル様。これ俺すごいね、胸と腹筋がすごい。僕皇帝だよ、皇帝になったんだよ。かわいい。大国ローマの皇帝か、エルガバルが俺か。ああお前の小さな肩で担うには重すぎる荷物だな。シリア属州の都市エメサの太陽神エルガバル、天から降ったと言われる黒い石をご神体とし、その名は山の神を意味する。屈強な男性的側面と豊穣をもたらす女性的側面を併せ持つ両性具有の神である。あすごい、もう上からこう一個一個もうツッコミどころがたくさんあるってことだね。心配いらないよ、祭りごとは母様と婆様が手伝ってくれるんだ。それって傀儡ってことじゃないか。もう確かにね、言われるがままっていうか。うん傀儡だよ、でもねいいの。僕は政治よりもこうして神官としてエルガバル様と一緒にいる方が好きなんだ。それにね、皇帝だったらいっぱい贅沢しても誰にも怒られないもんね。まあ15歳、まあでもこの時期の15歳ってどうなんだろうね。いいか聞いてくれワリウス、必ず私の言う通りに動くんだ。そうすればお前を守ってやれる。気をつけろ、ローマの人間どもは残酷かつ貪欲だ。気に入らなければ皇帝でさえも殺害し、早々と次を望むのを私は見た。私としても経験な神官であるお前を失うのは手痛い。だからうん分かった、エルガバル様の信者も絶対増やしてみせるからね。聞いてる？ワリウス分かってるのか？でもちょっと嬉しそうな頬をからめて。国中の神々を貸し付かせて、みんながエルガバル様を最高神として崇めるようにするんだ。そのためにも御神体を運び出してローマに立派なエルガバル様の神殿を建てないと。まあまあまあ頑張っ、じゃあ結局はやっぱりカリスマ性を高めていくしかないな。ヘリオガバルスの一行はシリアからローマを目指して出発したが、219年秋、ようやくローマに入城した新皇帝を見た民衆は驚愕した。おバカだったってこと？華やかな帝冠をいただき、金の刺繍が入ったローブをまとった彼の姿は、それは美しい少女のものだったからだ。ヘリオガバルスにとってはエルガバル神の祭事としての神聖な衣装だったかもしれない。だがいずれにせよローマの民にとっては女装と見られかねない装いで民衆の前に彼は現れた。その当時女装はどうだったの？いいって女装子いいって男の子好き。ローマ市民は帝位をこの女装少年に継がせたことを早速後悔した。あ女装子は無理って、カマホモやろうめって言ってたかもしれない。ヘリオガバルスは大変な贅沢好きだったことで知られている。プールには香水を混ぜなければ泳がなかったし、長椅子には金箔が貼られていなければ寝ることをしなかった。模擬回戦の際は川をワインで満たしたという逸話も残っていることから、彼の浪費癖は相当なものだっただろう。己のために使うだけでは当たらず、民衆にも気前よく金品を分け与えていたようだが、それもそれでな。
ある日ヘリオガバルスは娼婦の大量検挙に乗り出した。なんで私俺より可愛いやつはダメって。路地裏に居酒屋売春宿とついには街中の娼婦も残らず逮捕してしまった東横キッズたち。不安そうな娼婦たちを闘技場に集めるとそこには縁台に一人立つヘリオガバルスの姿が。どうしようくん、軍隊を激励する将軍さながら皇帝は声を張り上げる。僕は君たちに感謝している。ローマが今日まで発展を続けられたのはひとえに君たちの粉骨砕身の働きのおかげだ。国中の男たちをこれほどまでに励まし元気づけるのは並大抵のことではない。ああ褒めてんの。あとこれは僕が好きな大尉についてなんだけど。この後ヘリオガバルスは自分の好みの性行為について散々語り、最後はあたかも軍の貸金のように彼女らに金貨を配り解散させた。おお、お金配って。娼婦たちは困惑しつつも皇帝からの賜り物を懐にしまい各々帰路に着いた。大丈夫これで。あのな、ワリウス、贅沢もほどほどにしないと後で痛い目を見ることになるぞ。贅沢？慈善事業だよ。彼女ら毎日あんなに体を張って男たちに奉仕してるのにみんなから軽蔑されてかわいそうじゃない。それはそうだな。それにね、あ、僕の憧れなんだ。あんな風にみだらに男たちの情欲を煽って性的興奮の対象になることができたならどんなにか素敵だろう。変態だ。まあお前の趣味にとやかく言うつもりはないが、こうしたことに国費を費やしていると知られたら市民や元老院は黙っていないだろ。だが都市の下層民に光が当たるのはいいことだな。寄付を続ければ弱者層からの尊敬も集められるだろう。どうしようか。あー、ここで寄付を肯定するか止めるか。じゃあ いいんじゃない。だ、寄付をたくさんするとこいつらに寄付、だからさっきみたいな金貨を配ることをもっとやれっていうことだよね。じゃあもっとやれ。あ、貧困層に、あ、貧困層に救済措置を施すのは素晴らしいことだ。お前のように斬新な視点での改革が今のローマに必要だと私は思うね。斬新すぎるだろ当時にしては。やっぱり。ただし国営が慈善だけで成り立つわけではないのは承知しておけ。金の使いすぎにはくれぐれも気をつけてほしい。それからヘリオガバルスはローマ社会において下賤とされる者たちと親しげに言葉を交わしたり、貧困にあえぐ人々に食べ物や生活用品の配給を行った。皇帝は貧窮する下層民を見て涙を流すことすらあったのだ。もういい人だけど。いやいやいや、お前の趣味じゃねえかよ。またある時は男性たちを男性娼婦の時と同様にして集めると、今度はヘリオガバルスは稚児の服装で現れ彼らに裸の尻を向けて挑発した。男性って誰向け？男向けなの？女向けなの？でもこの当時女向けの娼なんてあんのか。挑発に乗った男たちは競って彼の体をむさぼり、少年皇帝はその細い腹の中に幾人もの列状を収めた。怖っ。このことを知った市民は当然憤慨した。変態だ。下賤な友人たちとつるみ乱行に心身を喜ばす誠に愚かな皇帝であると。そうだよな、普通に。いやだよ、確かにいたしましたってやつじゃん。ヘリオガバルスは生涯に3人の女と結婚している。1人目のパウラはシリアの貴族の娘であったが、ヘリオガバルスの創作趣味についていけず離婚。そして2人目のセベラは、2人目のセベラ、どうしたんだファリウス、いつになく真剣な顔をして。そろそろエルガバル様の伴侶になる女神を決めたいんだ。あ、お神様の伴侶ね。最高神エルガバル様にふさわしい気品ある偉大な女神をね。でも私両性具有だぞ。バリウスが選んでくれるのかい。可愛い子を頼むよ。可愛い子がいいんだ。ミネルヴァはエルガバル様につけるにはちょっと暴力的すぎるかな。これ何こいつ。もっと穏やかな子がいいや。そう、例えばウェスタとか。ウェスタ、ローマのかまどの女神だな。かまどの女神。そしてエルガバル様の結婚と同時に僕も結婚するんだよ。ウェスタの巫女とか。そう、僕とウェスタの巫女が結婚すればエルガバル様とウェスタの力を宿した神のような子が生まれると思うんだ。ああ、なるほどね。ウェスタが神様でそれを司る巫女がいるのか。神様には巫女がセットになってくんだね。そういう感じなんだ。でそのまあ要は部下同士が結婚するみたいな感じか。上司と一緒、上司が結婚したら部下も同士も結婚すると。どうかな、明暗だと思うんだけど。なるほど、確かに神職同士の結婚は宗教上重要な意味を持つであろう。しかしウェスタの巫女の純潔の誓いは破れば重い刑罰を課されると聞く。半ば強姦に近い形で結婚することになると思うが、皇帝権限で資材を回避することは可能だろう。まあ非難の的になることは明らかだがな。どうしようか。ああ、じゃあウェスタと結婚するわ。そうだね、私もウェスタのことは気に入ったよ。お前にも誰か目星をついている子はいるのか。ウェスタの巫女のね、セベラって子がとても可愛くて僕好みなんだ。セベラってばあんなに素敵な女の子なのに巫女の厳しい掟に縛られてかわいそうなんだよ。僕が狭い檻から出して宮殿で幸せな生活を送らせてあげるんだ。そうか、巫女は別に一人じゃないのか。お前から恋するなんて珍しいじゃない。パウラの時はばあさんたちが勝手に見繕ってきたもんだからあまり嬉しそうじゃなかったもんな。
よかったよかった。まあそれはともかく、エルガバル様をユピテルより上の最高位の神にして、あとはみんながエルガバル様を崇めてくれればよし。順調順調。ユピテルより上？ユピテルもなんだっけ、なんか聞いたことあるけどなんか神様なの？血つく？うん、私にその大役は務まるかな。当然ながらシリアの一都市の土着神が一朝一夕で最高神となり、ローマの偉大な女神をめとることに民衆は激しく拒絶した。エルガバルはウェスタと離婚し、代わりにカルタゴの月の女神ディア・カエレスティスと結婚した。誰？結局ウェスタと離婚しちゃったんだ。じゃあ太陽に対する神、陽に対する陰、このカップルをローマの民はすんなり受け入れた。ヘリオガバルスの方はというと、神聖なウェスタの御子を怪我したとして非難豪豪。結局セベラとは早々に離婚して、3人目の妻ファウスティナと結婚した後、再びセベラとよりを戻すことになった。登場人物が多すぎる。誰が誰だ。ヘリオガバルスについて最も詳細に語り継がれているのは、その性生活の奔放さであろう。みんなじゃねえか、もう。めあごヘリオガバルスか。彼は低粛な女性であると言われるよりは、不死だらな女だと噂されるのはことんだのだ。お前女じゃねえだろ。宮殿では自ら男性として客を誘って売春し、町には密偵を放つと巨婚の男を探させた。密偵はどうやって探すのそれ。触ってくのか、服から見て。ワリウス、ワリウスいないのか。うむ、気配がするし、この近くにいると思ったんだが、扉の向こうからかすかに声が聞こえる。隙間から中が覗けそうだ。あ、だろうな。こんな感じ。う、あ、いいよ。あ、うん、ヒエロクリス、もっともっと。皇帝はヒエロクリスと呼ばれる青年の腕の中で甘い吐息を漏らしている。時折白い足がピクリと跳ねると、細い腕に一層力が入るのが見えた。ヒエロクレス、彼は戦車競争の御者であった。観戦していたヘリオガバルスの前に偶然落車し、お目通りが叶ったのである。それ以来彼はヘリオガバルスに奴隷として仕えると、たびたびよとぎの場で皇帝の欲望を満たした。これは良くないね。えへ、見てたんだエルガバル様のエッチ。ワリウス、すまない、覗くつもりは。混ざる？誰が混ざるか。ヒエロクレスったら僕を喜ばせるのがとってもうまいんだよ。たくましい腕が僕の腰をつかんで優しく揺さぶるんだ。すると胸がキュッてなって、お腹の奥が熱くなって、ふほらやめないか、詳しく話すのは。もっと戻らなきゃ、ヒエロクレスが待ってる。またねエルガバル様。ダメだこいつダメだこいつすぎる。まあお前がそうして放蕩にふけてるのは知っていたかな。エルガバル様、エルガバル様、僕ヒエロクレスと結婚したい。え、お前にはセベラがいるじゃないか。だって彼女僕のこと否定してばっかりでつまんないんだもの。僕は奥さんでヒエロクレスが旦那さん。ね、素敵だと思わない無理だろお前皇帝うむ、かつて少年を愛した皇帝はいたと聞いたが、皇帝が奴隷と結婚するなど、しかも女役と聞いたら民衆の反発は計り知れないだろう。しかし彼らが夫婦のごとく、いやそこいらの夫婦以上にお互いを愛し合ってるのも事実だ。どうしようか、無理だろう。甘やかすか、結婚肯定するわ。もう、あ、いいんじゃないか。世間の反発もあるだろうし、世間の反発もあるだろうが、うん、私が二人を守ってやろう。やった、さすがエルガバル様。母さんもばあさんを呼んで盛大な結婚式を挙げて、たくさんの宝石で飾られたドレスを着てね。それからヒエロクレスが僕を抱き上げて寝室まで連れて行ってくれるんだ。花嫁衣装のお前もきっと美しいだろうね。誰も止めない、もう無理だこの国は。えへー、そしたらね、将来はヒエロクリスも皇帝にしてね、二人でローマを統治するんだよ。もう最高。うーん、あーでもまだエルガバルに自我はあった。さすがにそこまでは守ってやれないかもしれない。うーん、国のためには死ぬべきだよこいつは。もうヘロクレスとの結婚を決めたヘリオガバルスは、周囲の猛烈な反対も強引に押し切ると、二人は結婚式の真似事をして互いに愛を誓い合った。真似事。後にゾディクスという名の恋敵が出現するが、ヒエロクレスは勢力減衰剤をゾディクスに盛ることで皇帝の寵愛を失うのを回避している。エリオガバルスは嫉妬したヒエロクレスに殴打されたが、目の周りにはあざを作っては喜んでいた。なお、ヘリオガバルスが計画していたヒエロクレスを皇帝にするという試みは、周囲の猛反対により当然ながら頓挫した。これが結末か。ヘリオガバルスの気候を見かねた祖母マエサは、とうに彼に見切りをつけていた。もうあいつは無理だと。マエサはもう一人の孫アレクサンデルを帝位につかせるため、ヘリオガバルスを説得していとこである彼をカエサルの地につかせたが、つまんないの、みんなアレクサンデルアレクサンデルって。ローマの皇帝は僕なのに。
帝アレクサンデルはその穏やかな人格へ兵士からの人気も高かったのだ。特にこいつと比較するとな。ヘリオガバルスは嫉妬し何度も副帝暗殺の策を練ったが暗殺、その都度マエサに妨害された。ああイライラするな。そうだ、暗殺が無理なら幽閉してしまおう。もっと無理だろ。そして死んだことにしてしまえばいいんだ。暗殺のがよう簡単だろ。ヘリオガバルスはアレクサンデルを幽閉して彼は死去したとこの兵に伝えたが、兵たちは聞き入れずに副帝の安否を明らかにするように求めた。幽閉は成功してんだ。慌てたヘリオガバルスは直ちにアレクサンデルを解放したが、この兵は彼を保護すると皇帝に反旗を翻して宮殿への進軍を開始した。ヘリオガバルスの母ソエミアスは心配して兵の後をつけていき、息子を発見すると逃げるように促した。だが逃亡途中で兵士に発見されやむなく逃げ込んだのは薄汚い便所であった。ああここが私の最後。調子に乗りすぎたね。ああここなら大丈夫。いたか、どこに隠れたんだ。怖い。ヘリオガバルス、もう帝位はアレクサンデルに譲りましょう。そしてエメサに帰ってエルガバル様の神官としてやり直しましょうよ。ソエミアスは誰？ヒエロクレスも連れて行っていい？もちろんよ。ヘリオガバルスの大切な人ですものね。優しい。ヒエロクレス無事かな。兵士たちに見つかってないといいけど。きっと無事よ。さあ立ってヘリオガバルス。ずっとここに隠れてるわけにもいかないわ。見つけた。ああ死んだ。ああ殺されちゃう。お母さん？ソエミアスは、あソエミアスはお母さんか。ああお願い、何でも言うことを聞きますから、どうか息子は、息子だけでも、なんか最初の方に聞きそうなセリフだったな。助けてヒエロクレス、エルガバル様、エルガバル様。もうでもお前そんな年齢でもない、18ぐらいだろ。この者は我々の忠誠心を裏切りました。この者はウェスタの巫女を怪我しました。この者はローマの伝統を怪我しました。陰頭に溺れた皇帝はいらない。醜い情欲にまみれた皇帝はいらない、いらない、いらない。汚れた便所こそがあなたの最後にふさわしい。ああ両方まとめて一気に1、2キル連続で。ああ2つの遺体は衣服を剥がれて帝都中を引きずり回された後、八つ咲きにされて汚染されたティビレ川に捨てられた。彼を支持していた者たちやヒエロクレスも残忍な方法で処刑されていった。222年3月11日、享年18歳。あここで18歳か。これがヘリオガバルスの最後であった。まああんまり同情はできないけどな。ワリウス、ワリウス、ああエルガバル様ああ私を見てくれワリウス、私の名を呼んでくれワリウス、ワリウス。お前は本当に愚かなやつだったよ。税を尽くし式場に溺れ、周囲の評価などまるで試みなかった。そして何より私を盲信していた。そこワリウス知っているだろう、神という存在は信仰の力で成り立っている。私がエメサの最高神だとて、属州の一都市を治めてるに過ぎず、強大な帝国の最高神になんかかなうはずがない。あ神の力、私は、あ怒った、私はエルガバル、天より来たる日、征服されざるソル・インウィクトゥス、知らん。東の山より出てお前の信心に報いよう。誰に言ってる、ああ首に言ってる。方向が響き渡り天から火の雨が注ぐ。家々は音を立てて崩れえマジで災害が、チリアクタが赤く染まった空を舞った。灼熱の風に巻かれた火は公園のごとくうねりを上げて哀れな民衆を飲み込んでいく。敵討ちのつもりか。神がただ一人の人間のために復讐を果たすなど馬鹿げている。愚かでもいい、軽薄だと笑えばいい。お前と同じ場所に落ちることが可能なら甘んじてそれを受け入れよう。私は彼を愛していたのだ。帰ろうワリウス。バッドエンドかな。税の限りを尽くした結果、バラバラになった彼を抱いて黄昏に燃える空を飛ぶ。ローマの町は壊滅的な被害を被ったが、幸い帝都の全てを焼き尽くすには至らなかった。エルガバルのご神体はエメサに返還され、その信仰はあるべき場所に帰った。史上最悪のアン君と言われた彼の生涯については山の神のみが知っている。ああ愚帝の記憶、まあ愚帝でしたね本当に。言い訳のしようがない。でも多分これが事実なんでしょ、事実というか史実なんでしょ。じゃあ最後の選択肢だけ結婚止めてみるか。いや結婚はするべきではない。ほら羊飼いが羊と結婚したら誰だって驚くだろ。ヒエロクリスは羊じゃないもん。例え話だバリウス、奴隷は奴隷として可愛がってやればいいじゃないか。
ヒエロクレスはただの奴隷じゃないんだよ。僕のことをちゃんとお嫁さんとして見てくれるし、僕は浮気すれば嫉妬するし、それにテクニックもすごいんだ。僕はヒエロクレスのことが好きだし、ヒエロクレスも僕のことが大好きなんだよ。なのになんでどうして、エルガバル様。アリウス、泣かないでくれ。私はどうしたらいいのかわからない。甘やかしすぎてこいつを。今回の件で結婚を諦めたかのように思えた。しかしその実、ヒエロクレスとの情交はその後も密かに続いていたのだ。ヒエロクレスってすげえ言いづらいんだけど。エルガバルは二人の関係が周囲に知られないよう立ち回り、常時の間他の人間を寄せ付けなかった。大変だねお前。神様というか、なんか側近というか。あ、で結局ヘリオガバルスの祖母マエサは目に余る彼の気功に嫌気がさし、もう一人の孫であるアレクサンデルに帝位をつかせようとした。で、帝位につかせて、副帝につけて、ヘリオガバルスは次第にアレクサンデルの人気に危機感を覚え、養子縁組を取り消してカエサルの地位を剥奪し、彼の像の名分も抹消した。アレクサンデルを支持していた兵士たちはこの仕打ちに激怒し、宮殿を襲撃するが、幽閉とまではいかないけど、ちょっとなんか侮辱行為みたいなのしたのか。あれどうしたの、みんな怖い顔して。アレクサンデル帝の復位を求めます。これは軍の総意です。アレクサンデルの範囲は皇帝である僕の命令だ。皇帝に逆らう気、愚か者め。アレクサンデル帝に向けた武器の矛先が自分に向いていることに気づいていないのですか。ようやく自分の置かれた立場を理解したようですね。とはいえ、私たちもかつてあなたに立てた誓いを忘れたわけではございません。陛下がこれまでの悪しき行いをすべて正し、汚らしい友人たちを遠ざけるのであれば、命だけは見逃して差し上げましょう。あ、ちょっと話す余地はあるって感じか。ちょっと待ってよ、ヒエロクレスは。ヒエロクレス、あのカリア出身の汚い奴隷ですか。こちらで処分いたしますよ、その生き様にふさわしいやり方でね。そうだよな、皇帝とな。肛門から串刺しにしましょうか、それとも性器を切り落として殺しましょうか。やだ、やめてよ、殺さないで。いや、お願い、ヒエロクレスは僕にとって世界一大事な人なんだ。じゃあもう無理だよ、お前は。ヒエロクレスがいないと僕は、はあ、仮にも皇帝ともあろう方が、そんな風に泣かないでください。奴隷の処分は見送りましょう。ただし、もう二度と帝都の敷石を踏むことは許しません。私たちの皇帝はアレクサンデル様であり、愚かなバイタではないのですが。バイタとまで。ヘリオガバルスとは彼の支持者はローマを追放され、エルガバルのご神体である隕石もシリアへと返還された。故郷エメサへ帰ったヘリオガバルスは、その後は太陽神エルガバルの大神官としてうやうやしく神に仕えた。まあ、ビターエンドって感じか。何がハッピーかもわからん、これについては。一方の皇帝アレクサンデルは対外戦争への消極的態度で軍の布教を買い、235年母と共に暗殺されている。え、お前もこの時代怖いなすごいいい弟みたいな感じで出てきたのに暗殺されとる。これをもってセベルス朝は終焉し、ローマはいよいよ軍人皇帝時代への幕を開けるわけだが、てかこっちが史実か。それはまたの機会にお話しましょう。まあそうだよね、隕石なんてな、起こらんか普通。隕石というか噴火というか。種じゃないのよお前がそういうことやってるからこうなったんだよ全部。じゃあ魔人間として俺は育てるお前を。寄付はやめなさいと。ワリウス、悲しいがローマでは女性に政治的な力はない。参政権を持つ男たちの支持をいかに得るかがお前が皇帝を続けるためには重要だ。あ、側近らしい。脱毛したり可愛い服を着たりテクニックを磨いたり。一回ビンタしようかお前。バカ、そういう意味で言ったんじゃない。冗談だよ。お前の言ってるのは冗談に聞こえないんだよ。母様やばあ様の言ってるみたいに、国防や公共事業に金を使えってことでしょ。そう、ああお前が言うと冗談に聞こえないんだよ。僕の名前がついた大きなテルマエを建てたりしてね。いいのか。宿には、隣には宿も作って、浴場にはローマ中から勢力旺盛な巨根の男たちが集まってくるんだ。どこまでが本気なのか私には分からない。今真面目な話してるのにこいつ。じゃあウェスターの結婚もダメよと。いや、ウェスターあまり好みではないかな。そうなの、いいと思ったんだけどな。他に誰かいい子いるかな。あ、ディア・カエレスティスなんてどう。カルタゴの、結局この子なのね。あれ、でもこの場合僕は誰と結婚すればいいんだろう。まあいいか、その10名の人に出会えるよね。だからウェスタの巫女とは結婚せずに神だけが結婚したのね。シリアとローマの神々の融合は当初思い描いていたようにはいかなかったものの、太陽神と月の女神との結婚を民衆は割とすんなりと受け入れた。ヘリオガバルスの方はというと、いよいよ待ち望んだ運命の人との開口を果たすことになるのだが、それは次にお話ししましょう。おう、それはそれとしてね。じゃあこれも結婚止めると、結婚するべきではないと言って、さあどう、エンディングは。
お、なんかいい感じになってるかな。一風変わったヘリオガバルスの趣味や宗教観は最初こそ民衆の理解を得られなかったが、次第に人々は彼の持つ前世に目を向け始めた。民衆は何も見てない。民衆が求めるパンとサーカスは彼を気前よく与え、民衆が求めるパンとサーカスを彼は気前よく分け与えていたし、斬新な発想の数々は常に人々を驚かせた。何より身分や性別を問わず親しく話す彼の姿は特に都市の下層民の人気を集めたのだ。元老院に眉を潜められることもあったものの、概ね善良な皇帝として君臨し続けたという夢を見たのさだな。マジで月日が経ち、老いが徐々に彼の体を蝕んだ頃、帝位は彼のいとこのアレクサンデルへと譲渡されることとなった。結局でも私はもうご隠居の身となっていますか、エルガバル様。バリウス、私はここにいるぞ。よかったのか、帝位アレクサンデルに渡してしまって。僕はもう十分に堪能しました。これからは神官としての職務に専念しようかと。なんか真面目になっとる。お前も年老いたものだな。まあ落ち着きがあるといえばそうなんだが、最愛の人であるヒルクリスも先日旅立ちました。ああ、僕には子供がいませんから、誠実なアレクサンデルならきっと良き寄生者として皆に愛されることでしょう。ああ、どうしたんだバリウス、どうしたんだバリウス。エルガバル様、そのお願いがあるんです。何？口ごもるなんてお前らしくないな。何でも言ってみろ。エメさんの神官として育て上げられた僕は、幼い頃からあなたに身も心も捧げる覚悟でいました。塔から身投げしてあなたの生贄になることも考えましたが、それより神官としてあなたに死ぬまで使いたかったのです。おこがましい願いではありますが、僕が死んだらどうかあなたが毎朝一番最初に登る山に僕をうずめてください。あはははは、私という神に生涯仕えた身から出る願いがそれとはな。申し訳ありません、身の程知らずでした。これ喋ってんの誰だよ。さっきまでのバリウスではない。何を言う何を言う、私もお前のような信徒を手放してやるつもりはないよ。敬虔なる太陽の祭事よ、毎朝一番にお前を照らそう。前帝ヘリオガバルスは故郷エメサで静かにこの世を去った。前帝、今でも彼の魂は信仰を失った太陽神と共に眠りについているのだ。東の果てオリエントで太陽の祭事という夢を見たのさすぎるだろうさ、他のエンディング見てきてると。なわけないだろうってなる。こいつの振る舞いをずっと見てると、俺がちゃんと教育したらこうなってたかもしれなかったわけだな。ヘリオが、あの神様として、神様としてちゃんと面倒を見てたらこうなれたかもしれないエンディングでしたね。はい。ということで、ヘリオガバルスでございました。ご視聴ありがとうございました。